パシコ型蒸気機関車朝鮮総督府鉄道は日本統治時代の朝鮮総督府が経営した鉄道である。略称は先鉄。朝鮮半島での鉄道は1894年の交互改革において日本が李氏朝鮮に対し京城から開口場までの鉄道敷設を提案し8月20日に日本が李氏朝鮮から 日韓暫定合同条件に基づき鉄道、不設権を得て、路両津、聖母の浦間の鉄道を1899年に開通させたことに始まる。これは後に計都支線となった。続く1905年には、京府線が全通、そして翌1906年には、日露戦争の軍事輸送を目的として、日本陸軍が、 一心会の協力を得て、警義船を全通させた。また、日本陸軍は、軍事輸送のために、県に保守船及び馬山浦市船も付設した。警府船、警義船は、日露戦争後に、日本が得た南満州鉄道への接続を図り、大陸進出の足掛かりとしての役目を担うようになっていき、1910年の韓国併合で、日本が、朝鮮の統治権を得ると、 経減線や経験線、湖南線などを付設した。また、路線数が少なかった1925年まで、朝鮮での鉄道経営を一体輸送を図る目的で、南満州鉄道に委託したこともあり、その後は、朝鮮総督府の直轄となった。だが半島北部の一部の鉄道に関しては、大陸との関係が強かったためその後も、 南満州鉄道の経営として残り、それが1945年の日本の敗戦まで続いた。満州事変が勃発し満州国が成立すると、内地から朝鮮満州への移動が活発になり、寒府連絡船を介して内地からの連絡を担った、京府線京儀線には、特別急行列車、暁、急行列車、光、望み、大陸、 講和などといった優等列車が走った。朝鮮総督府鉄道には複数の優等列車が運行されており、代表的な列車には愛称が与えられていた。いずれの列車も内地を発着する航路と接続し、内地と朝鮮、満州、中国を連絡する役割を与えられていた。なお、新京辣館を結んでいた急行、朝日は、 朝鮮総督府鉄道が運営する路線には乗り入れていなかったので、この項目では触れない。富山山橋形状。朝鮮総督府鉄道で唯一の特別急行列車。1936年12月に運行を開始する。途中停車駅は、テグ、大田の2駅のみ。富山山橋形状間を上り、下りともに6時間45分で結んだ。 赤月専用の軽量客車が充当され、密閉式の展望台を持つ一等展望車、二等車、三等車、冷房付き食堂車、で荷物郵便車が連結されていた。中高列車であったため、客車はすべて座席車である。富山三橋駅では、寒風連絡線の夜行便に接続した。東京下関間で急行7列車を利用し、 カンフ連絡船の夜行便を介して、暁に乗り継ぐルートは、東京から京乗までの最速経路であった。戦況の悪化に伴い、暁は1943年11月に廃止され、暁の専用客車は、普山京乗間に新設された、急行列車に転用された。現在、ソウル郊外、義用の鉄道博物館に保存、展示されている、密閉式展望車が、 赤月に連結されていた一等展望車ラテン1であるという説が存在するが、ラテン1の設計図と展示車両の寸法などが、食い違っているという情報もあり、定かではない。急行光の展望一等寝台車不山桟橋方店、新橋、30。1911年11月、王力港を渡る鉄道橋が完成すると同時に、 朝鮮と満州を直通運転する列車の運行が開始され、1933年4月には、富山桟橋方転換を直通する急行列車が、光と命名された。これは1958年、九州に臨時急行光が登場する25年前、1964年の東海道新幹線開業と同時に超特急。 光が設定される31年前であり、光という愛称が使用された初めての列車となった。1934年11月には、新京駅、1942年8月には、ハルビンの先、三樹駅まで運行区間が延長されている。客車は、朝鮮総督府鉄道所属の車両が使用され、開放式の展望台を備えた展望一等寝台車が、 連結されていた。富山桟橋、新境間を27時間20分で結び10月時点、富山桟橋で、寒府連絡船の中高便に接続した。戦況の悪化と、貨物輸送量の増加により、旅客列車が削減されていく中、光は終戦直前まで運行が続けられている。戦後、光に連結されていた展望一等寝台車 天稲さんのうち一両は、韓国の大統領専用客車となり、現在は、ソウル郊外、義王の鉄道博物館に保存、展示されている。富山桟橋方店、新京。1934年11月、富山方店館で運行を開始。1938年10月には新京まで、延長された。光の姉妹列車で、光と、 昼夜逆転したダイヤで運行された。富山桟橋では、寒府連絡船の夜行便に接続する。光と同じく開放式の展望台を備えた展望一等寝台車が連結されていた。戦況の悪化に伴い寒府連絡船夜行便の運行が休止されたこともあり、1944年2月に廃止される。 それから48年が経過した1992年、東海道、山陽新幹線に、のぞみが登場したことにより、のぞみと、光は、東海道、山陽新幹線に、活躍の場を移し、再び同じ路線で運行されることとなる。富山山橋北京。日本、満州国、中国の3カ国を直通して運行される列車で、 河北交通に所属する客車が使用される。寒風連絡船に接続して、内地と河北を結ぶ役割を担った。詳細は、河北交通、優等列車を参照。ジャパンツーリストビューロー、時間表彰は15年10月号より。1945年時点現在の北朝鮮には、私鉄が全く存在せず、韓国でも、 民間資本の鉄道事業者が数社見られる程度となっているが、日本統治時代の朝鮮半島には数多くの私鉄が存在していた。これらの私鉄は日本の統治終了後に国有化されている。1945年時点日清戦士第一艦史を島に基地1895年韓国経営、加藤正之助、1905年、小無哲彦。 大日本帝国の海外鉄道、東京道、出版、2016年、光と、望み朝鮮満州を走った、国際列車。ありがとうございます。